はい、皆様こんばんは、こんにちは。ですね、はい、今日もキコーナチャンネル始まりました。今日はなんとキコーナ豊中南店からの放送ということでね。それじゃあ店長ちょっとよろしくお願いします。なんでやねん。お願いします。私店長やったんや。わー。はい、それで何か告知とかありましたらお願いします。あれめんどくさいやん。豊中南何周年でしたっけね。19周年ですか。はい、19周年になりましたね。はい、おめでとうございます。すごいですね、もう豊中南19周年ということで。ありがとうございます。はい。で、あ、すごい、コメントいっぱい来てますわ。あ、そう。北海道からこんばんは、ありがとうございます。北海道だって。豊中南来てあげて。来てくださいね、ぜひとも。ペヤング帰れ、ありがとうございます。いつも通り。はい、それではね、なんと、それでは、店長さん、なんと寝台が明日から解禁ということですけどもね、その案内だけちょっとお願いしていいですか。私が案内するのね。はい、はい、寿司三昧。よし、寿司三昧はなんとね、いつから動いてるのかな、これ。土曜日。はい、一握りに魂を込めてやって。これめちゃめちゃ面白いですからね。これ金物ですよね。この餃子の王将タイプということでね。はいはい、トヨチャンスがおすすめ。トヨチャンスがおすすめ。なんでもあれやな、もう最近メーカーさんすごいな。トヨ丸さんはすごい。すごい。もうね、天下のトヨ丸ということがあって。でね、今日ってもう営業終わってしまいましたけどね。から巨人の星がなんと稼働開始しまして、はい、ユーパチですね。はい。巨人の星解禁。で、明日からなんと一番みんなが楽しみにしてるこれ。ドラム海物語。それ in 桜楽しみにしてたん。これみんな一番楽しみにしてるだよね。ちゃんと田島くんじゃないの。今日の豊中南店にはちゃんと用意してますんでね。あ、そう。まあ付属として鉄拳とハイスクールフリートなんやねん付属って。動くんで。なんやねん。ぜひとも来ていただけたらなと思います。まあ寝台はもう最速回転。そうですね、はい、設置してますんで、もう来月が楽しみで仕方ないですけどね。来月が楽しみ。来月が仕方ないですけど、はい、寿司三昧じゃなくてチリ三昧やろうが。ちょっとね、体重がちょっと太り気味。いやいや、そんなことないですよ。戻り気味の田島くんですけど。全然、細くないですか、はい、だって。細いかな。細いですよ。カメラもペヤング嫌だって。海の動画見たよーってね、ありがとうございます。ちょっとぜひとも感想聞かせていただいたよ、ね。そうだね。ちょっと緊張して、もう何言ってるかもわからないぐらい緊張してたんで、私。でも、むちゃくちゃ楽しそうやったけどね。いや、まあ、海物語がそもそも好きなんでね。そうだね。愛しすぎた男だから。はい、まあ、三陽のね、肩にも惹かれるぐらい好きなん伝わったと思うから。三陽の回しもんと呼んでください。そのくせ大変わへんやないかって言われるやん。よう言わないです。はい、まあ、ぜひ、19日ね、はい、はい、寝台営業開始になりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。今日ゲーム配信しないのということで、今日相方がね、そうなんですよ、来れなくなっちゃったんやね。細バーとね、うん、ムーロン氏がちょっと。そう、無理ということでね、まあ、今年はちょっと入れ替えがあるということで、はい、ムーロンもちょっと来れなくなっちゃった。そうですね、ムーロンもちょっと田島とはいよいよ嫌やということで。嘘つけ、はい、唯一無二の相方やったのに。ちょっといよいよ来れなくなってしまってね。そうだんや、まあ、ゲーム配信してもいいんですけど、一人でトルネコを進めるだけですけど。ちょっと寂しいよね。だからまあ、はい、今日あとそのね、今ご説明いただいた寝台解禁日やったんで、はい、まあ、1台だけ、ハイスクールフリートがあるということなんで、まあ、これちょっとせっかくやからやっとこうかと。はい、しゃなし、はい、しゃなしちゃうわ。まあでもスペック良さそうなんでね、ハイスクールフリートね。もしかしたら田島さんハマあるかもしれへんやね。いや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 、僕がハマるのはまどかちゃんだけですけどね。まマギアレコード。あ、そうなんです、最近マギアレコードを始めまして、いよいよ、はい、ちょっともう2周年が間もなくということで、ここでマギアレコードの告知だけ。なんでやねん。2周年ログインキャンペーンやってて、もう毎日あと何日で煽られてて、ちょっと、あ、そうなんや、社交心煽られてるね。社交心しか煽ってないですね、あれは。まあでも9月は窓マギのね、パチスロも出ますし。そうですね。でまたそれ以降もパチンコも噂出てますんでね。そうですね、もう楽しみで仕方ない。そうそうそう、来月、再来月はもしかしたら田島くんが出たらもう窓マギばっかりやってるかもしれませんね。もしかしたら、はい、マギアレコード配信してるかもしれない。そっち。まあまあ好きなことやったらええかな思いますけど、はい、じゃあ今日はとりあえず一人だから、はい、はい、ハイスクールフリーとやっていきますんでね、はい、よろしくお願いします。ぼっち。ぼっち。
寂しいね。イケメンはご覧やん、今日って言われて。いや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 、待ってください、待ってください。よし。イケメン枠。はい、じゃあ今日も視聴者さんにプレゼントしておいて。プレゼントした、はい、ちょいちょい入れてもいいよ。いやもうね、そろそろ僕に会いに来たい女の子とかいないですかね。いや、おるんじゃない。いやもうお待ちしてるんですけどね。ペヤング丸なったな、おばちゃんみたい。やっぱ丸なりました。丸なったんかな。そうやん、そんなことないと思うけど。まあ確かに綺麗ね、最後出た時と豊中みなみは最初の方の時は結構ほっそりしたなと思ったけど、やっぱ慣れてきたんかな、体が。最近もご飯よう食べてんの。ちょっと今キャラクター選んで。選んどんかい。誰がいいんかな。誰がいいの。え、窓間ゲータ、ホムラちゃんが好きでしょ。いやもう圧倒的ホムラちゃん。ちょっと僕っ子みたいなのは無理ってことかな。じゃ あちょっと無理ですね。あ、そうなんや。エヴァで言うとアスカちゃん。あー、ツンデレ系。じゃあそれが無理ってことやな。いや、これでも可愛いな。可愛いんかよ。いや、でもやっぱミケちゃんやね。これが主人公になるのか。主人公っぽいですよね。あ、王道なんや。いや、だってツインテールはもう正義ですからね。言うそう。でも窓かじゃないんでしょ。窓かではない。窓かはちょっと違うんですよ。あれツインテールっぽくない。いや、なよなよしてるやん。窓かのリボンをもらったホムラちゃんが好き。めんどくせえ。あの鼻で言うとアナルちゃんやな。いや、間違いないですね。ああ、まあ、ツンデレやもんな。はい、安城なる子、略してアナルちゃんですね。そうそうそう。つる子じゃないんやな。つる子は違うね。違うんや。優等生キャラ。ペヤング幸せ太りですか。幸せなことないけど。誰選んでも一緒じゃん。まあ、でも好きなキャラ選んでね、楽しみたいやな。まあ、先にね、スペックだけ言っとくと、これミドルタイプですね。319.6 分の1。各辺ループタイプ。ですね。6ラウンド確保編 68%、 6ラウンド通常時短50回が 30%、 10ラウンド確保編が 2%、 この機械は、ね、小当たりラッシュ搭載でループ率 70% という風になってますので、まあ、最大出玉が1500ぐらいかな。割とね、最近の台では継続率もまあ悪くないですしね。出玉も1500個あるんで。萌えやな、確保編。田島くん萌え好きなイメージやけど、そういうわけじゃないか。いや、萌え好きですよ、僕。ただこのハイフリはあんま見たことないよね。ハイフリはあんま、そうですね、うん、萌えやな。萌えか。しかし、まあ、平均連チャンが、まあ、大体4回から5回っていうふうになってますね。一応重要演出が、ハイフリ柄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 、キャラ軍予告、まあ軍予告ですね。あと次回予告、ストーリーリーチ、この4つが、絡めば、大チャンスというふうになっておりますので、まあ、遠征関係はね、猫が出てくる、猫が。猫さっきから猫が。猫って言ったらリンゴ思い出すけどね。あー、猫ね、にゃー言って黒猫がね。はい。あとは、あ、そう、リンゴ今日売ってきたりとかね。リンゴは好きなんですよね、僕。幸せ太りな、ハイフリのアニメ面白いって言ってますね。あ、そうなんや。まあちょっとね、さっきペンゴさんと話してたのが、そのガルパンとかはあんま見てないって言ってたから、まあそっち系かなーっていう話はしてたんですけどね。船にめっちゃ乗ってますわ、人。船にめっちゃ人乗って乗ってる。まあや、あ、継続。船にめっちゃ人乗ってる。船にめっちゃ人乗ってるって。これちょ戦艦でしょ。船。船ちゃうわ。お、継続しろ。継続来い。お、継続した。俺。船にめっちゃ人乗ってるわ。ほら。それしか感想ないんかよ。残り4人。あ、まだあかんのこれ。お、継続した。あれ。ボフって言ってるだけで。あ、船に2人乗ったよ。あ、やばい。全員乗ったら継続していいのかな。お願い。あ、でも保留変わってるよね。結構。あかんやん。意味ないやん。あ、出航もせんかった。え、それあかんってこと。あれ全部じゃあ行かないと出航せないしないかな。へえ。あとまあ役物ギミックもあるので、これ動いたらあれですね。あ、そうですね。あとはリーチ発展かもしれませんし、あと上のハイフリっていうロゴが、これも多分ね、あの役物で多分変わるはずなんですよね。へえ。なんか何段階かあったはずなんで、この制服でちょっとへそ出してる感じがいいですね。今時、今時かな。かわいい。ヤンデレキャラが好きなんでしょう。アリアではリコが好きって先に言っといていいよ。間違いない、間違いない。それはリコちゃんなんや。リコタン、リコタンラブ。リッコリコにされたい田島です。
黄色の髪の毛やけどね。全然いいね。リコタンめちゃめちゃ可愛いですよ。だってもう、まあ、確かに好きな人多いよね、リコちゃん。ハニーゴールドエスケープ、あ、歌、うん、こんだけやって何もなかったそう、間違いないです。そうそう、君にバングバングも好きなんですけどね。めっちゃ歌詳しいよね、田島さんね。めちゃめちゃ好きなんですよ、ね、あれもそうやけど、海物語もそうやけど、歌やっぱ重要ちゃいます、やっぱり。まもちろんね。あ、さっきのハイフリンクはやっぱミッション成功で大チャンスなんで、さっきの多分全員乗って、ストーリーリーチに発展する可能性があるみたいですね。めちゃめちゃ乗ってましたけどね、人。まあ、残念ながらあと2人足らんかったんでしょうね。いや、もうこれ打ってて横のメゾン一国が気になって仕方ないですけどねね、ペヤングラブ嘘リコリコにしてやるリコリコにされたいんですけどね、僕も。君にバングバング知らんからちょっと歌って、目と目が合えば。まだ歌った方がいい？うん、これ触り、めっちゃ触り、そう、触り、口喧嘩ってやつもうアリア打てやって言われそうアリアめっちゃおもろいっすよね。それ何人に入ってるんですか？3とかにも入ってるの？もう初代から入ってますけど。あ、ずっと入ってんねん。2で当たると君にバングバングがメインかな。へ、はいはい、ハニーゴールドエスケープも初代から入ってますね、一応。焼きそば買えるか転職まだ転職？ペヤング浮気最低。浮気？どういうこと？マリンちゃんが言ってる。あのね、ペヤングさんはね、ウリンちゃん派なんですよ。そうなんですよ、僕ウリンちゃん派なんでね。そうそう、ロリコン、ロリコンやから。ウリンちゃんめちゃめちゃ可愛いから、ね、とりあえず通報しときましたやばい通報された。これ一人で打ってて当たらへんかったらめっちゃ切なくない？でも、まあ、しゃあないね。でも319だもんね。まあ、今回は設定付きじゃないので、普通の、遠隔できひんってこと、うん、店長ボタンは使えませんねいや、もう使ってないともう一発目で使ってほしいけどね、放送としては。本当に、まあ、確かに、はい、もうこんなわざわざダラダラ打つことないもんだって本当に。いや、でもこう、あ、なんかよう、にぎやかカスタムとかできるでしょ。え、カスタムする？デフォルトにしよ。デフォルトまあさっきね言うてたけど、カスタムしすぎたら何も起こらんっていうね。そう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 、おつやなるってね。プレミアアップモードとかしたらプレミア出へんと当たらんのちゃうかとちょっと疑ってまいそうで嫌なんですよね普通当たらんやろ、ね、両手で担うっていう。今日1台しかないですよ、ハイフリ。回転するたびの数字がやたらでかいのが手抜き感あるまあまあ、まあ、海の中行ってウリンいたら暑いですか？海の中行ってウリンちゃうと暑いんかな。暑いでしょうね。暑いの？間違いなく声かける、うん、声かけれへんけどね。かけれへんか。ブク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 ってなる。私はワトソン派です。でもハイフリあれじゃないですか、なんかスロットは結構売ってる人おったんじゃ、多かったんじゃないの。あ、ハイフリありましたね。ね、まあ、あとはあれかな、リーチボイスでなんかハッピーっていうなんかリーチボイス出たらかなり熱いみたいですよね。あと、この演出見てちょっとなんか南国育ちみたいな思い出したんが、なんか左下に、はい、ラットランプ、どこにある？これ？うん、それが光ったら多分大当たり濃厚かな。あのチャンスの丸と一緒ってこと？あ、そう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 、南国育ちとかね、はいはいはい、光った当たりやったじゃないですか。南国育ちは3のあのユーパチが面白かったですけどね。沖縄、ハワイ、はい、沖縄沖縄か。もうめちゃめちゃ面白かった。何やったっけ、シュリちゃん、何やったっけ、シュリちゃんが沖縄、シュリちゃんが沖縄ね。はい、確かそうやった。これ女海賊、女海賊じゃないね、戦艦やから、海上自衛隊って言ったらいいか、なんて言ったらいいんやろ。海上自衛隊じゃないの。職業、女性職業の海上進出化が進み、海の安全を守る職業、ブルーマーメイドというそうです。すごっ、24、246、8人。南国育ちではまどかちゃんが好きなんですよね。王道やな、はい、割と王道、夏とかじゃないよね。い、夏はちょっとロリすぎる感じがする。あ、それちゃうんや、ワリンちゃんとどうちゃうんや。パイレーツじゃない、パイレーツオブカリビアン。あとあれね、宇宙海賊のやつあったね。そう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 、パイレーツね。とりあえず小当たりラッシュ中の弾の増え方が気になるので期待しますって言ってますね。ああ、任せてください、任せてください。まあ、確かにね、小当たりラッシュでちょっとこの台めっちゃ良かったっていう台が最近あんまないんでね。鬼武者でも結構人気あったじゃないですか。ああ、そうか、鬼武者とガンツ。でもガンツは初代の方がやっぱ良かったんかな、みんな。ガンツはでもね、難しいとこっすよね。そうやな、小当たりラッシュな、あんまりあれやもんね。まあ、マドカマギカが一番いいっすね男は出ないの。
さあどうでしょうね、これアニメ半券はちょっとわからないんですけど、だいたい女子ばっかりやな。トイレットペーパー大切に使いましょうって出てましたよ神、神やね。この子はどうやろ、立ち石なに、し島島ちゃん、この子にしたい。無口でおとなしいって書いてますよ。可愛い感じが、不思議感が好き。なんかホールにね、なんていうの、オフィシャルガイドブックというか冊子が置いてあるんですけど、はいはい、それにキャラ説明、まあ、ちょっとだけ書いてるんですけど、はい、めっちゃ雑なんですやる気ないってこと。西崎メイっていう子はせっかちって書いてるし、適当やね。そうそうビルヘルミーナっていう人は質実剛健って書いてますよ。あ、4文字熟語で、ね、そうそうそう。この猫は何、ニャンゴロ、ニャンゴロっていうの、違うやろ、適当につけたやろ。今見た感じでつけた、ほら、ま、めっちゃ出てくる。これ大艦長らしいですよ。え、ほんでこれ偉いさんなんですか。大艦長パトチャレンジっていう演出にその猫ちゃん出てくるらしいんですけど、はい、多分大艦長なんかな。ぴょこってほら出てきた、ほらほら、かわいいけどね、ちょっとあれ太いね僕は猫じゃなくて大艦長イソロクっていうのかな、これイソロク。昔その海軍の多分指揮官のすごい偉いさんで、何だっけな、 山本磯六っていうのがおったんですけど、方がね、その方の名前から多分取ってるんやろうな、これ。伊藤博文ではないそれは総理大臣やろ磯六さんね、はい、そっから取ってるんちゃうかな。ピアグ手振って、はい、不良男おるで、戦艦、潜水艦は男子校、めっちゃ笑ってるアニメ男おる、あ、おるんや。ああ携帯直ったピアング、改めてこんばんは。こんばんは。もう最近3意識打てる気がしないという方おられますが、まあでも最近だと塩気人かな。あの6番の女の子は誰、うん、え、図柄見てないけどさ、何色、髪の毛黒、真っ白っていこうかな。あの子もいいかも。どっち、気強そうな方か、いや気弱そうな感じの子、りんちゃん。あー、それかな。キャラ紹介超心配性って書いてますけど、あ、そう、そんな感じ、そんな多分いや、ほんまに冊子これ書いてるから、皆さんもしよかったらホールで見てみてくださいあとココちゃんっていう子はね、オーバーな一人芝居をするっていうね、やばい、ここだけ見たらちょっとやばい子かな。これ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 、床っていう感じが、リンちゃん、リンちゃん、リンちゃん、その子がいい。知床リンちゃんやって、知床リンちゃんがいいわ。超心配性、知床リンちゃんに変えたい。ちょっとマドカっぽくないですか。これキャラ変えられへんの、保留消化者変えれんのかな。キャラ嘘、涼しくなったらペヤングに会いに行きたい。ああ、ぜひとも来てください。涼しくなる前に来てください。いや暑いっしょ今ゆっくりゆっくり来たいよね。ユニメモって携帯で連携しないと演出カスタムできないんですか。ユニメモでもなんかこれあれありますよね、いつもお試しモードみたいな。あ、そうなんや、はい。あ、でも確かに多彩な機能でハイフリを遊び尽くそうって書いてるから、確かに演出カスタム機能って書いてますね。ユニメモはやっぱりちょっとマドカだけのためにあるんでね、さすがに。さすがユニバーサル好きやな。もしかしたら演出カスタム機能、そうですね、ユニメモじゃないと無理なのかな。育成機能とかもついてるみたいですけどね。あとは夕霧で機能ね、これ最近よくついてますよね。シンフォギアでいうとシラベちゃんが好き。あー、ロリやな、だ完全にな。キリちゃんじゃないんや。キリちゃんですやんね。うん、キリちゃん可愛いけどね。キリちゃんは嫌やね。嫌なんや。いや、騒がしい、ちょっと。あ、そう、うるさい、うん。面白いけどね。319にボコボコにやられてから199か、ユーパチしか打たない。まあでも、それでもいいと思いますけどね。全然、出玉とかにこだわらないんであれば。ただまあ、ライトミドルもね、やっぱり確率で言うと、やっぱりね、ミドルっぽいのも多いんでね、50% 突入とかはね。多いですね、最近。そう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 。初当たり取りやすいけど、ラッシュは 50% 突入っていうのが多いんでね。お試しあるのか試してみてください。ああ、ユニメモか？一回ちょっとやめましょうか。保留編、多分保留全部なくさんと、あれか、ボタンできなそうっすね。ちょうど、床ついてる女の子に変えたいと思ってたところ。床ついてる。知床さんね。知床凛ちゃん。一応これ全部多分あれかな。お名前ちょっとあれなんかな。北海道とかなんだろう。海にちなんでんのかな。あ、そういうこと。あ、でもどうやろう。マロンちゃんとかおんもんな。メイちゃん、シマちゃん。シマはでもシマ水族館のシマちゃんでしょ。三重かな。で、三崎明乃ちゃん。胸谷真白ちゃん。コウコ、うん、
野佐幸子ちゃん、ビルヘルミーナさんだけちょっと分かれへんけど、みーちゃん、私みーちゃんがいいな。パスワード、あ、無理か、お試し無理か、無理ですね。あ、無理なんや、会員登録せんとダメなんやね。でも演出これでカスタムできる。あ、それでいけんのか。にぎやか、先読みなし、プレミアアップ、シンプル。でもなんか配布リンク特殊カスタムっていうのだけ黒くなってる。あ、じゃあそれだけあれなんですかね、ユニメモでちょっとこうレベルかなんか上げていくんかな。わ、でもこれすごいわ、なんかユニメモしたらキャラクターめっちゃ増えるんじゃん、これ。そう、なんかあの高麗化とか出てる、育成システムがあるみたいですよ。なんかちょっと AKB っぽいよね、なんか育成システムというか、あのレベル上げていくみたいな。たまちゃん、りんちゃんやろ、確実に。確かにちょっとわりんちゃん風やもんね、どっちか言うたら。会いに行くとしても冬頃でもいいって言われた。冬頃冬頃に会いに来てくれるんですか、ね、水族館は飛ぶわ。島はあれやね、島はあのスペイン村やね。あ、島はスペイン村、ね、そうそうそう、にぎやか。お風呂ステージや、お風呂ステージ、よかったやん、テンション上がってきた。先読みなすとシンプルは何が違うんやろ。間違いない、ちょっとあるんちゃいます、ね、先読み、先読みなしの方が先読み来た時熱いんかな。シンプルはほんまにシンプルなんかな。確かにキャラが可愛いって言われてね。確かに、どうすかね、ガルパンとストパンとこのハイフリやっけね、はいはい、やっぱガルパンが一番こう知名度高いのかな。なんか全部似てますね。マリコおじさんでってね。あ、光った、ポリメ田島だよって言われた。メンマだよやないか。319でも当たるけどな、まあ、当たるときはね、もちろん何でも当たるときはありますけどね、まあ、ただその初当たりの、なんてやろうな、319やったらやっぱちょっと当たりにくいっていうね、先入観もありますよね。ガルパンの戦艦っていうのやめてください。でもあのコメントでいただいたのはそういう感じやでっていうのを結構教えてもらいましたけどね。そうそう、だから陸海空で覚えたらいいよって言われました。ペヤングがぼっちで楽しんで売っとるだけ。いや、そうですね。もう今日ぼっちで楽しい配信みたいな。うん、まあしゃあないよね。もう当たるか当たらんかはもう分からへんから。最近あれにハマってるんですよ。なんすか？あの女流麻雀のテレビを見る。女流麻雀？そうそうそう。二階堂さんとか。あれですか？ e スポーツのやつ？そう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 。トーナメント、あれよね、あの団体戦みたいなやつやってますよね。めちゃめちゃ面白い。あ、そうか、立ち向かうあれもね、麻雀やれるもんね。そこでそれ切るっていう打ち方するんで、すごいなぁと思う、勉強になります、ね。プロの資格取ったら、いや、そこまではいい。あ、ええんかい。今日、新保険700万したけど当たらんかった。あるある、全然あるある。新保険ね、ほんまに当たるときすぐ当たるのにね、当たらんときほんま当たらないですもんね、あれ。もう、あの、私、配信でやれたけど、ほんまに1000いったからね。新フォギアだけはちょっともう、あのダメダメフォギアの時なんとなくこう怪しい感じ分かりますよね。あ、これ何来ても当たらんな今日ってなる。その時は聖ボーナスチャンス来るまで待つんすよ。聖ボーナスチャンスもあれもな、もうブルブル来るか赤じゃないと押して参る、押して参る、そうそうじゃないと厳しいね。パールハーバーの山本イソロクってね、可愛いから打ってみたい、賑やかにしてみたって言ってますね。あ、賑やかにしてますね、今賑やかですね。で今カモメ保留出てきますもん、カモメ保留スロットは許さないって言われた。あ、はい、振りあかんの。君だけのペヤングありがとう。君だけのペヤングあり、今日やってないんですけどね。今日やってない、でもちょっと無言でやってたよね。ああ、そうですね、M リーグ、 M リーグですか。あの、そうですね、プロの団体の最近できたやつですね、あれ。あれね、3人ずつやったっけ、チーム3人ずつなんかな。なんかあのドラフトみたいなのやってたのはあの見たんですけどね。またカモメや、あの俳優のね、誰さんやったっけ、萩原雅人さんやったっけ、カイジの声とかやってはる方もね、あれプロリーグ入ったんでしたっけね。あ、そうなんですか。そう、ペヤングめっちゃ楽しんどる。いや、ちょっと面白いですね、初めての台はやっぱり。岩手からこんばんは、こんばんは、ね、ありがとうございます。そうそう、最初のコメントあれはペヤングさんにあの MC やってもらったから全然読めてなかったな。まあいいけど、背中で語るペヤングありがとう。私のこれさっきもこれやったやん。これボタン連打とかあんのかな、色変わるとかないとこに。ないか、どうやろうな、アニメ面白そうやけどな、どうだろう、絵は綺麗ね、確かに。
むくれてるわ。むこんなんはダメなん。この子はダメなん。これはちょっとあんまり好きじゃないな。あかんの。ハッピーっていうのがそもそもあんまり。いやいやいや。それただの衣装でしょうよ。マロンちゃんね。あまだカモメ保留になったもん。カモメ保留は青保留ってことでいいのかな。にぎやかにしたらカモメ保留が出ると覚えておいてください。これ寝台な。寝台ですね。8月19日からの稼働開始ですね。赤色になったで。西陣。これはメーシーさんですね。アナザーゴッドハーですか、はい、とかデビルメイクライと同じ筐体です。昨日窓マギ4回当たってラッシュ1回しか入らんかった。あーでもラッシュ1回入るだけいいと思いますけどね。まあミドルをもし打ってたらね、やっぱその後がしんどいもんね。すぐ終わったら食べたくないジョっていうタイプの子ね。時短での確変あたりが全部小当たり直行っていうのは良さげだから、小当たりの球の増減はかなり気になりますってことだね。当たったらね、見えるんやけどな。当てたいな。私の愛が重いのか、マクロスデルタ初当たりはなんとかなるけど、ラッシュに入らん。いや、もうよくわかりますね。私は、ルンピカ割とね、仕留めれるんですけど、その後のラッシュがすぐ抜ける傾向にあるんで、そこがしんどいかなと思いますね。萩原雅人は国士無双の鬼。国士無双ってあれですよね、あんまり上がれないんじゃなかったでしたっけ。まあ4打ちですもんね、基本的にあれは。そうそうそう、なかなかでしょうね。麻雀ルールがね、あんまり分かんないんですけど、まあ見てたらね、面白いけどね。めちゃめちゃ面白い。あ、履正社ベスト4おめでとうございますね。高校野球ももうベスト4で揃ったということで。履正社すごいね。ねえ、今日だからあれか、星稜と履正社と中京大中京と明石商業かな。中京大中京がね、うん、やっぱり全部ね、名前は聞いたことある学校やし、でも意外に夏の甲子園ベスト4初めての学校多かったですね。あ、そうなんですか。そうそう、好みにうるさいペヤング僕はずっと高校野球やってましたからね。あ、野球やってたん。僕小中高野球部ですからね。あ、そうなんや。中学校においてはキャプテンまでしてましたから。マジで。はい、ガチ勢ですガチ勢なんで大学ではやらへんかったん。いや、ちょっとエンジョイ勢になりました、ガチ勢から昨日のね、副主義もそうなんやけど、大学時代に違う球と出会ったって言ってたから、はい、そうそうそう、そっちなん球とハイに出会った、そっちか巨神フォギュアでようやくミクさんの声演室見れた。あ、プレミアですね。なお単発でした。この漫画ってすくみずの上にセーラー服着るアニメじゃなかったそれストライクティッティディそっちストパンやね。はい、アナザーゴッドの代だったらユニバのパチ版。そうですそうです、メイシーさんですね。やっぱユニバはあれですね、ドゥルルルっていうのがこの当たらないですかね。そうですね、デビルメイクライはね何回か打ったんですけど、やっぱそうでしたね、振動がやっぱすごかったね。あれあとスターオーシャンとかもね、カモメやペヤング並みの信頼度もう全然ないで。ペヤングさん当たり早うってね。ちょっとね、はい、ほんまにもう当てときたいなと思ってるんですけど、ね、この台全国導入50台ですかいやこれ結構入ってるんちゃいますかね。さっき調べたら1万台でしたね。まあまあ多いよ、1万台って結構多いと思うよ。なんで今ぷよぷよなん。ぷよぷよ、うん、田島くんの体が。あ、そういうことですか、はい、なんでぷよぷよなん。立ち位置さんも可愛いななんでてそっち役満の中では国士無双上がりやすいです。ピアンゴが野球やってた情報、今日一どうでもよかったわかるわかる。ええやん、清涼点取りすぎてね。豊丸の花パイローズテイルってまだ出ないんですか。あ、花ハイローズテイル、はい、まだちゃうかな。花ハイローズテイルいつあれ出るまでパチキンしてますってやってる。あ、それを打ちたいんですね。ローズテイルってだいぶ昔あった台数もんね。そう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 、イケメンの男の人のやつでしょ。イケメンの男の人あ、細やったっけ。なんか女の子メイドじゃないわ、なんか女の子出てくるのはなんか覚えてんねんけど、金髪のイケメンの男のやつじゃなかったっけ。花ハイって、あ、ローズテイルとこあれやけど、どうなんやろうね、合体してんのかな、それともローズテイルのキャラがあれなん、花ハイのキャラがちょっとあれなん、 SD かなっていうのはどっちなんやろ。花ハイは知ってるけどね。もうちょっと後ってことかな。もうちょっと後やと思うんですね。ベスト4に残ってない、どこが優勝しても初優勝ですもんねってね。確かに履正社ベスト8に行ったのも初なんが意外やった。履正社強いイメージですもんね。だってあ、夏の甲子園ね、確かに。まあ最近はね、桐蔭多かったですもんね。にぎやかにしてんねんけど、全然にぎやかじゃないの僕だけっすもうプレミアアップにするよきおつやかもしれんけどこれすごいな、ちょっと
なんですんなに好きな台なら1台しか入らんの。え、好きとは言ってないけど。この台ですか。うん、好きとは言ってない。僕でちょっと好きじゃないかもしれないですね。うん、この人はね、窓巻き大好きだからね。ペヤングイケメンに興味あったん。いや、僕はそんな興味ないんですよね、実は。そんな興味ない。イケメンは滅んだらいいと思ってる。うん、なるほどね。じゃあ自分も滅ぼかもしれないよ、いいの。困ったなツッコミ待ってます。はい、ツッコミ待ってます。今更だけど、今日どうしてペヤング一人なの。それもう一回言いましょうか。ペヤング今日ソロなの、逃げられたの。細バーを誘ったんですけど、ちょっと納品やか無理やわ言われて、一人目断られる。ムーロンさんは行きます行きますって言ってくれたんですけど、うん、ドタキャン。しかもあの何時間前かなんかよね。ドタキャン。そうそう、やっぱね、お店あるからね、ちょっとやっぱね、トラブルとかあったらもう行けなくなっちゃうしね。さすがにちょっとペヤングと2人はもうそろそろきついですよ。おお、卒業卒業。委員長においては声かけてない。委員長何しようか分からへんもんな。そう、チリチリの時代来るから。花ハイの主人公の、あ、これ翔さんやっけ、あのその男前の人。あ、そうそう、男前がローズテイルにやってきたって話。あ、そうなんや。今は亡き奥村からやってきましたって感じ。あ、そうなんや。そうそうそう、そうやんね。あの花ハイって奥村やったもんね。あ、確かにローズテイルはあれか、豊丸やったのか。テイク2や。マッチ見なかった。何これ何これ。今のは別にあれかな、チャンスアップとかじゃないよね、文字の色とか。マッチ見なかった言うてて。一応これキャラリーチやもんね。全然発展すらない。ペヤング嫌われてるから。ガーン言うてます。もう少し打って当たらんかったら先読みなしかシンプルでお願いします。わかりました。店長二人は逃げられて、社員にも逃げられて、どんだけ自分ない。みんな忙しいね。みんな忙しいんや。ペヤング役職とは仲良くやってんの。ああ、もう、はい、多分役職の子は見た感じは仲良く取り繕ってくれてます。上辺だけ。上辺だけ。あ、そうや、この間アゴデール君出たよ、久しぶりに。伯爵。うん、イーボシちゃんもそれ。そうそうそう、イーボシ君。元気してたよ。調子乗ってました。調子な。まあ割とどうなんやろう、久しぶりやったけどね、ニコ生は。調子だけはいいからな、うん、ペヤングと細バー見たかったわ。いや、細バー誘ったんですけどね、ちょっとね、神津島の寝台入れ替えの日とね、ちょうどかぶるんすよね。そうそう、まあ、それ以外やったらね、よほどこう業務が立て込んでない限りは。細バーとは仲良くさせてもらってますからね。細バーとは。悪意がある。他はってなるよね。ペヤングトミーとは仲良くできたの。あ、僕トミーと仲良しですよ、結構こう見えて。昔実はね、エリア一緒やったんですよね。そうですね、トミーがまだ、そうそう、大阪エリアの時はね、このペヤング君も一緒やったんですよ。トミーとは仲良しです。そうそう、だから久しぶりやったもんね、多分一緒に絡んだのがね、はい、テンション上がってましたよ。そうそう、カメラ回ってないところでもテンション上がってます。いらんことばっかり言うとき。ハイフリで人気なのはサメのぬいぐるみ。へぇー、 IKEA からサメが消えたぐらい。あ、そうなんや。すごいな。サメなんや。あの猫ちゃんじゃないんや。ペヤングへの股間ハリセン、また見たかった。じゃあ、あれほんまに痛いっすからね。ガチやからね。お、カモメなった、やっと。カモメかよ。やっとカモメなった。それ、アホ流でしょ。福島からこんばんはってね。ペヤングさんはキコダンス踊れるんですか。あ、キコーナー、ヒュビゴーナー、ヘッドルルル、キコーナーのやつですか。 TikTok のやつかな。そらね、僕もそら応募はするぐらいなんで。応募したん。嘘です。嘘かよ。前歯全部抜きたいって言われた。やばいでしょ。ね、こんばんは、普段中毒者です。かわいい。19周年ということは5年目か、頑張れよ。どういうことやろ。どういう計算なんやろ。はい、またゲーム配信やってねーってね、コメント来てますからね。あ、ゲーム配信、そうやって見たいって言ってくれる人がいたらね。どういうゲームがいいとかね、教えてもらえたらいいね。紛れ子とか紛れ子とかおすすめですけどね。紛れ子配信できんのかな、ね、逆に誰と仲悪いの教えて。仲悪い人。仲悪いって難しいね。中将店長。嘘つけ。エリア一緒やったやねんか。中将店長。タコさん、奈良の。奈良のね。でもまあ仲間類というかあるよね、絡んだことない店長今多いもんね。僕おるかな、結構なんかいろんな人知ってますけどね。あ、ほんま。こう見えて新人店長とかでも分からんくない。分からん。分からんねやんけ。シャイやからね僕も。嘘つけ。
まあでもね、一番仲いいはやっぱニキさんかな、フェアムさんはね、パンダさんやな。パンダ店長と仲良くないですけどね。そうなん、パンダさんがいじめられんの。そうそう、ああそう、店長泣くぞってな。紛れ子配信何見せるんや。キャラ、キャラ。こんなんゲットしました。誰得やねんって言われそう。紛れ子めちゃめちゃ面白いんですよ、それが。最近始めたんよね。いやもう最近始めて、そこは手出さんとこ思っとたんやね。いやそうですよ、我慢してたんですよ。これをやったら僕もいよいよやなと思ってて、廃人になるなと。いやついにそっちの仲間入りかなと思って、ちょっともうやってみたんですけど、いや面白い、面白いんや。いやストーリーがすごいようできてる。やっぱり紛れ子ファンいると思うよ。でもね、やってる方多いと思いますよ。すごい。あれは今日東大阪で、あ、東住吉区で煽り運転捕まりましたね。あれってペヤングやろ。やばいでしょ。僕そんなにあらないっすよ。そうそう、誰ね、SNS でめっちゃ拡散されてたからですけど、あれ東住吉区やったのがびっくりしたね。大阪おったんやと思ってね。君だけのペヤングまたやってねーって。あ、もうちょっと時と見計らってこの辺やなと思ったとこでやります。いや、細バーがあれやったからさ、結構あれみんな言うやん。あれをね、細田店長に言うと、もうやらんぞって言ってた。俺のキャラじゃないって言ってた。あれめっちゃ面白かった、ね、面白かったわ。もう腹、もうほんま腹筋崩壊するぐらい笑った。最後、やで言ってました。やで言ってた。アドリブが下手くそすぎる。今更やけど、これミドルですか。これ319です。319分の1ですね。で、継続率というか、突入率が 70% ですね、過去編。ね、ちょっと前のミドルな印象はありますね。70% 突入やったら、ね。シンプルモードにしましょうか、そろそろ。やる？それあれよね、一応にぎやかじゃないけど、にぎやかやったんやな。特ににぎやかなところはなかったんやけど。カモメ保留が出るんすよ、にぎやか。あとあれ、同行版の城とかがわちゃわちゃ来る感じ。いや、同行版あんま来んかったけど。ほんま？しげきとは仲良しですか。しげき店長仲良し、仲良し。でも一緒にあれよね、働いたことないっすけどね。エリア一緒ちゃうもんな、はい、まあお互い、それはもちろん知ってるのは知ってるけどね、はい、タコさんに仲悪いっていうとこやばいじゃないですか。カモメばっかりやった。最近その中条さんに会ったらいつも耳元で笑いながら死ねって言われます。そうな、それしか言わへん。死ねって言われるの。耳元で死ね。なな、そのコミュニケーション。分からないです。流行ってるみたい。言うてタコさんもちょっとコミュ障やからな。そしたらペヤングが10万課金してガチャする放送やろう。そのゲーム配信やったら見てあげる。それ見ていただけるだけだとちょっときついですね。それでアルティメットマドカと次2周年で来るやろうと僕が勝手に予想してる悪魔ホムラちゃんをゲットできるならまだね。その2周年になった瞬間にペヤングね、個人配信個人配信ガチャのやつやったりさあ来ました2周年。そう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 。ちゃんと編集してキコのチャンネル上げとくわ。上げてくれる。いいよ。超プライベートやけど。アルマドとかでね、すでに余裕だぞ。ていうかペヤングいつになったらパンダさんとこマック持っていくん。パンダさんね、うん、パンダさん通ないちょっと。やおやもんな。いつもパンダさんが僕が点検した後に追ってくるシステムなんですけど、ちょっと今離れてるね、はい、追ってくるシステム。あ、シンプルやのに。かな、シンプルやのに。いやシンプルどうなんやろ。連続動くかなこれ。ちゃうんや。4人ストック中って出て終わったけど何今。ガセでしょ完全に。当たりまだ。保留変化が頻繁に起こるから賑やかってことなのかなってね。カモメめっちゃ言うやんってね。カモメめっちゃ言うやん。シンプルでいこう。ペヤング当たらなかったら海行ってよ。あ、ほんまっすか、ドラム海。ドラム海やる。ちょっと打ちたいけどね。ねえ、スロパチの方はドラムの海、新作めっちゃ押してたよ。あ、そうなんや。わからん。ぬかとこさん。え ?6 番、ぬかとこさん。ぬかとこ、しれとこさん。しれとこ。なんか言うねん。ぬかとこってなんやねん。ぬか漬けっぽい感じで。知れとこな。りんちゃん、りんちゃん。あ、りんちゃんって呼んだんやね。りんちゃんや。ぬかとこさん。知れとこやね、うん。個人配信しようぜ。悪魔ホムラとアルティメットが弾けるまでやめれません。いや、やめ、ほんまに金なくなるで。課金配信になりそうやね。はい。きなん、あ、グランキコーナー、酒井行ってきました。ありがとうございます。酒井ね。大きい店ですね、そこね。ほんと迷子になりそう。アルティメットまだ引いてないんかってね。いや、僕ね、始めたばっかりなんで、この2周年記念まで、はい、ガチャは控えよう思ってるんですよ。もうそこで大放出。いや、そうですね。で、アルティメット期間限定じゃないと出なかったらしいんで。あ、そうなんですか。今のガチャでは出ないんですよ。じゃあ、その、もしかしたら周年の時にあるかもしれへんと。いや、そうですね。ちょっと楽しみで、楽しみで。ということは、やってる方おるんやね。いや、結構いるんちゃいます？ちょいちょいそういうアルティメットの話出てるから。
アルティメット強すぎますからね、ちょっともう。ペヤングが100万ぐらい突っ込むのみたい、チラ。やばいでしょ。もう廃人の廃人やね。いよいよって言われる。何 ?100 連ごとに 60% の期待があるさ。60% 結構ある。お前やね。まあまあやな。来た、これや。4人ストック中。順調にリバウンドでね。海の動画見たよ。トミーいらんかったね。ありがとうございます。いや、海のね、知識がほんとすごいね、好きなんよう分かりましたけどね。ちゃんと あのアピールしとかないとね、サンヨーさんに失礼なんで。それトミーに言うたって。めちゃめちゃ適当やったもん。そう、ほんま適当やで、いつも。俺この台知らんし、とかね。説明受けてもね、あの忘れるからね。聞いてないでしょ。そうそう、こんばんみ、そのシャツください。これ?あ、バトラー T シャツか。あ、これ欲しい人いるんすね。結構ね、コメントでもらうんすけどね、そのシャツ欲しいっていうのがね。ただなんか非売品や言うてた。そう、あ、ダメらしいですね。そうそうそう。だからまあ、もしね、あのそういうの作られたら、まあ商品化というかね、本社でなんかやってもらってもいいけど ね最後もう使い古したこれでよかったら、なんかサインしてプレゼントしたり、ね、あなただけの立ち回りて、はい、君だけのって書いておく。それ本社で OK もらったらね。そうやね、視聴者プレゼントで。その代わり選択しないですからね、皆さん。あ、もちろんそんなしないです。ペヤングのマドレコのハンドルネームを教えて。これってどうなん、フレンドとか作るの、あれも。あれなんか僕よくシステムまだ分からなくて、うん、フォローするあー、はいはい、みたいな感じなんですよね。あれ増えてたらなんか特典あったりするの。あの、そのフォローした人のキャラをサポートキャラとして使える、はい、あ、なるほど。だから僕がフォローしてる人はアルティメットマドかしかおらへん。強い人ってこと。はい、なるほどな。どうなんやろ、ここにおる人で強い人おるかもしれない。いや、いるでしょう、もうそら。ハンドルネームで検索してあれじゃん、フォロワーなるわっていう人じゃん。あ、なってくれるんですかね。どうだろう、ハンドルネーム言っても何もないんかな、大丈夫なのかな。ちょっと僕詳しくまだ分かんないですよ。そうなん、なんか昔あのモンハンちゃうわ、何やったっけあれ、パズドラか、はい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 、とかの時はあのフレンドコードか あれをさらして、 ね、あのな仲間になってた人ようさんおったけどね。ハンドルネームがそして何か思わからへんからな。分からんのかい。ハンドルネームって自分の名前みたいなやつですよね。あのニックネームみたいなやつじゃないですか。何にしたかな、それさ覚えてない。な、今ってネトゲで一番人気あのフェイトグランドオーダー。あ、フェイトなんすか。へえ、そうらしいでしょ。ちょ、これほんまに当たらないんですけど。当てて。ちょ、僕ちょっと熱い演出だけでもいいからと思ってるんですけど。全然けえへんよね。プレミアとかにする。お風呂ステージや。そこだけな、あの熱入るのやめてもらえる。お風呂ステージ。ガチャで出るまで回すはさすがにあれやけど、何年回しますみたいなのは見た。ああ。結構 ね、あの YouTuber の人多いですもんね。ちょっと聞きたいことがあって。どうぞ。紛れご詳しい人に。はい。あの、ガチャチケットでガチャ回せるのは分かるんですけど、はい、無料ストーンでガチャは回せるんですか、はい、ちょっと質問してください。今質問したいやん。じゃあそれに対して、誰かアンサーをお願いします。はい、なんかあの優勝ストーン8個でガチャみたいなのあるんですけど、はいはい、無償ストーンはないんですよ。へえ、じゃあちょっと紛れ子マトレコなんかあの詳しい仕方を教えてください。私もちょっとあのスマホゲームやらないんでちょっとね全然わかんない。めちゃめちゃ面白いですよ。もうちゃうねん、あのコメントでマドレコって書いてる人おるから。そのまま読んで紛れ子やね。紛れ子です、はい、マギアレコードですね。なんかどのゲームも一緒のようなシステムやな。ガチャだったりとかね。そうですね、アルマドにしかフォロー送ってなさそうな予感がする。もう間違いない、間違いない。ハンドルネーム聞いてにちゃんにさらしていい。ちょっとそれまずいでしょ。319簡単に当たらんぞ。まあ間違いない、本当に。あ、その予感と思ったらお風呂だった。ペヤング今までどれくらい課金してる。紛れ子ですか、うん、ゼロゼロ。あ、課金はしてないんや、まだ。あ、聞いてください。どうぞ。これどうぞ。課金せんと、はい、無料の分だけで、はい、水着京子ちゃんゲットしましたよ、この前のイベント。それってレアなん。いや、レアですよ。あ、そうなん。この前のイベントのキャラですからね。あ、そうなんや。あ、ゲットしたん。ゲットしました。なんかちゃんが急に出てきた。急に出てきた。うわ、なんやこれと思って。それは強いの。いや、強かった。あ、そうなんや。でも、アルティメットの方が強いの。圧倒的でしょうね。あ、そうなんや。無償でも回せるんじゃない。割引はないと思うよ。あ、無償回せるんすね。回せるんちゃうって言われてますね。今、1600個石貯めてるんで。結構だいぶ貯めてると思いますよ、ね、もう一切回してないもんだって。貯めてるだけで我慢してる。あ、そのあの周年に向けて。そう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 、今じゃないと思って。なるほどな。それ完全にあれやん、パチンコユーザーと意見リンクしとるやないか。今じゃないわ。そうそうそう、この日やっていう、ね、
無償は25個で1回できるよ。ありがとうございます。25個でしょ、1600個あったら何回回せる、めっちゃ回せるやん。でもね、あれ、うん、出る確率 1.6% とかですよ。へえ。あ、CM で見たよ、京子ちゃんの水着、お茶の間凍りついたで、きっと。それゲットしました。京子ちゃんの水着、京子ちゃんの水着は何なん、需要がないの。いや、需要がない、なんかこの前の真夏のなんとかっていうイベントのキャラクターで、夏の、はい、ほうほうほう、で、まあ、特典としては一番いいやつやったんや。そう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 、ペヤング水着に興奮とか卑猥やぞ。いや違うんですよ、だからそれが欲しかったわけじゃないですよ。たまたま当たったんや。そうそうそう、僕らホムちゃん、ホムちゃんが欲しい。2500個まで我慢しろ系か。2500個、ちょっともうあと4日じゃたまらない。ドラクエのマイタウン並みの確率。なんかね、ドラクエのネットでもやってる方多いですもんね。毎月200個で10連チキン交換できたような気がする。あ、そうなんですよ、1回だけ交換してるんですよ、毎月。それでも、それでは引いてないの、それを貯めてる。まだ貯めてるんや。10連チケットも持ってる。じゃあもう大放出まであと4日。もうあとちょっと来るべき決戦の日は22日。今隣にバサってなったから見たらゴキブリがいた、めっちゃビビった。早く早くスリッパ持ってきて、スリッパ。あ、これなん、あの、えスーパーリーチに一回発展した。あれだけじゃん、ハイフリリングだけじゃん。ハイフリングか、なんかあのー、リーチはあのキャラリーチしか言ってないね。だって何も起こらへんのよ、これ。案外やっぱカスタムした方が何もけえのかな。いや、戦艦のリーチすら言ってないからね。ねえ、うん、一応春風リーチと、そっから春風ギミックが完成して SP リーチかストーリーに行くっていう流れなんですけどね。カツオと、カツオにマヨネーズでピンチリーチがいいね。何それ、書いてある、ね、カツオにマヨネーズでピンチ。あ、ほんまや。ミケちゃん、一番強いのは、VS 武蔵最終決戦か、海の仲間は家族でピンチ。へえ、っていうのが一番強い。一問なしでピンチではない、それは3つ半やから中ぐらいじゃないですか。へー、まあ多分でもストーリーもね、こうどれも行ってもこうやっぱチャンスアップあったりとかで当たったりはするからね。あとはそのパトチャレンジっていうのが急に来る時があるんで、これであのパトランプなったら大当たりってね。ほんまに来おへんけど、そんな何も来えへんな、早当てろってな。紛れ子の夫人は誰にしてますか。ね、今夫人ってあのチームですよね。そう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 、今は楓ちゃん、草が楓、まどか、水木京子、玉木いろはかな。めっちゃめっちゃあれやな、キャラの名前がスッと出てくる。いや、それはそうでしょ、誰を思ってますか、いや、ペヤングやな。いろはちゃんめっちゃ可愛いんですよ。そしてあ、ほぼほぼから浮気した。いや、でもヒロインなんですよ、紛れ子の。あ、そうなんや。いろはちゃんがまあ、ほぼほぼだって出てこうへんもん。あ、出てこないんや。クーホーム欲しいのに。誰に怒ってんの。クーホームとか言い始めたらもうガチ勢でしょ。あ、そうだね。クールホムラ、略してクーホームっすよ。クーホームっていうのメガネかけてない方のホムラちゃんね。あ、なるほどね。クールホムラ。 G は殺虫剤かけてビニール袋に閉じ込めた。ビニール袋死んでますように、はよ当てて。今日の見せ場はお風呂とカモメ。いや、なるほど。今日の見せ場、あの船にいっぱい乗っていったとこでしょ。何にもない。今日多分 YouTube 上がれへんから安心して。あ、来た、やった。お、作戦会議ゾーン、作戦会議ゾーンやっと来た。先読みってことかな。でもシンプルやけど。そう、シンプルとね、でも先読みがあんまりない方がこれ来た方が熱いんかな。じゃあ作戦はスキット。スキットはさっきのあれやね、キャラリーチ行くんじゃない。またピンチっていうのはようあれやね、なんかついてきますね。はい、リーチでもピンチが多いもんね。これさっき見たやつやん、あかんやつやん。これ出航もしないんかな。あ、知った、出航した、やったスキット成功や。ここね、発展ヤコモノ出てこい、ヤコモノ。おっとっと、おっとっと。一応、今ね、上のロゴが、ちょっと変わってるんすよ。あ、上に上がってったもんだって。これ、一応、真ん中かな。あ、武蔵やね、武蔵。三つ半。で、もう一つ、ロゴが落下すれば、もうちょっと熱いですね。弾を撃ち落とせば、8点って書いてあるけど。
そうそう、これだからもう一回あんねんね。まだあるこれ。あるある。なんか出てきた、なんか出てきた。キャラクター落ちてきた、落ちてきた、うん、このキャラクターが何を意味してんねやろ。ワイワイしてる。なんかやってくれんのかな。一応これだけやっと後半に発展しんとダメですね。これで後半なのかな。一応3つ。あかんやん。やばい。撃たれたもん。うわぁ。終わり。終わり。つらぁ。今のサムネだ。3.5 ありました、今だって。こう、あれ、後半あんのかなぁ。あ、でも発展って書いてあります。あるんちゃいます。後半発展したら星3っすね。嘘、3.5 って書いてある。そこから3まで落ちる。3って書いてる、こっち。サッシには。どっちやろ。でもね、これサッシちょっと変なんが、本期最注目リーチ 3.5 やねん。はい。弱。でもストーリー系の方が星4つなってんねやん。これ絶対おかしいですよね。最強ではないってことやね。いやでもなんか最終決戦多分これ 4.5 なはずなんよね、多分。これおかしいよね。なんかサッシ違うんかなと思って。メーシーさんにクレームですね。いやほんまや。まあもしかしたらサッシ間違ってんのかなって今思ったんやけど。発展すると信頼度下がるのおかしい。おかしい、確かに。やっぱサッシが、多分サッシの印刷を見せた。それか、発展信頼度じゃん。発展信頼度。もう分かれへんね、信頼度って。でも、あのサッシにはそうかけど。ボーリングやで。倒してな。もう、ペヤング眠なってきた。星なんで飾りだ。さっきから寒いリーチしか来ない。東京オリンピック終わるまでには当てよう。東京オリンピック、もう課金しようぜ、ペヤング。え、これ、え、違う、じゃあれ。あ、紛れ子、紛れ子。紛れ子ね。まどかと京子しかわからん。悪魔ホムラちゃんがほんまに欲しいからね。それも出てくんのがあれ22日に出るんちゃうかっていう、あくまで噂なんですよ。去年はの周年で出た、あのアルティメットまどかが出てるんですよ、うん、それ以外はホムラちゃんは出てないの。ホムラちゃんは1回イベントでクーホムが出てるんですよ、うん、はあはあははあ、そのクールホムラちゃんも強いの。いや強い、今ランあのウェブ上のランキングでは1位がアルティメットマドカ、2位がクールホムラちゃんなんです。あ、そうなんや。どっちか欲しい。いや、どっちも欲しい。どっちも、どっちかじゃない。どっちも欲しい。 いや、とりあえずなんかどっちかあったら強いかなって。いや、そういうのじゃない、別に強いとかじゃないです。好きなキャラで固めたい。固めたいんかい。ハイフリのテレビシリーズの各話のタイトルが、まあ、なんとかでピンチっていうタイトルやからやと思います。あ、そういうことなんや。なるほどね。ガンツの千手観音みたいな感じかな。後半行けば熱いんかな。まあさっきの戦艦では武蔵が一番いいみたいですよね。後半行けばね。行かへんかったけど。全然、あの、それまでに終わってまったね。今日の罰ゲームはペヤング超超超大盛り激辛マックス完食。あれ、やばそうっすね。2000カロリーでしたね。いやもうやばいやばい。YouTuber の人は、あれにバター1本入れてっていうのをやってはった。やばない。バター1本シリーズがなんか流行ってましたね。なんでなんすか。アンケートで罰ゲーム誰にするか決めよう。田島かペヤング。僕しかいない。田島かペヤングって言われた。どっちかよ。ギアスもエピソードより機体バトルの方が熱かったし、そんな感じかな。ああ、なるほどね。でもこれ最終決戦めっちゃ金文字でキラーンってなってるけど、どうなんだろう。これちょっともうひどい配信。スーパーリーチを外すごとに1回ガチャ回すってどう。いや、まあ、あの2周年になってからしてもらえません、それ。喜んで回すから。ちょっとカメラ渡しとくから撮っときよ。あ、自分で。ああ、 YouTube 上げてあげるわ。いや、めっちゃ楽しみ。ちょっと、いや、だからそのタイミングにニコ生やりたかったんですよ。そこ変わってもうたよかったよ。変わってもうたよかったよ。紛れ子でずっとこうやってるから。で、わーわー言って一緒に、一緒に視聴者の人とやったらええやんな。そうそうそう、やる人がいたらね。悪魔ホムラちゃん狙いとか言って。結局取れへん可能性も高いけど。いや、取る、取るんや。取るまでやろ。信頼動画また出てほしい。トミーより詳しかったし、私も引いたわ。引いた。詳しすぎ て私っていうとこが推測と女性ということを呼んで、女性に惹かれたってことでいいですか。あ、もう愛しすぎたから海をね。もうちょっときついな、ミスったな。窓かハマるやつはメンマにもハマるやろ、定期。あ、メンマね、あの花ですね、うん、あの花面白いけど、うん、あの、まあ好きなんですけど、うん、うーんって感じがありましたね、ちょっと。あ、そう。うん、で、それ、どれ、それは何？パチンコにしてらってこと？あ、パチンコにしたらってことですよ。まあ、ストーリーはね、割とやっぱパチンコの方が多分使う、ちゃんとあれかな、こう、ちょっと悲しみを持って見れるかな。なんか、あの、
リーチとか通常時とか結構面白かったんですけど、うん、あ、なんか来た、これあんま来ないよね。起きた、起きた、風吹いてる、風吹いてる、ボフボフ吹いてる、春風、春風場所開幕、あっち戦い言うてんね。そう、ハズレから発展のチャンスなんで、これブルーマーメイドラッシュ突入やって、勝ったらこれで当たんの、もしかして。おいおいおい、ペヤング、あの花の ST が楽しくないとか言うなよこれ相手どうなんやろな、関係あんのかな。でもこれ当たったら当たりやね、勝ったら当たりやね。お、赤文字は関係ない、うわ、わかんない、これデフォなんかな。いけいけいけ、ボタンの大きさとかあんのかな。あ、弱いか、あ、弱そう、リーム普通に持ち上げられてくるって回されてる、リーム多分これは期待度的にはそんなないのかな。うん、2つ半やった、あかんやん全然ないよそれ。準決勝を制すれば大当たり、大当たり中の決勝で勝てば確変だそうです。どっちか言ったらそれ出るんやったら、あのさっきのパトランプの方で出てほしかった。確かに真ん中来ないやつだよね、外れちゃうんか。やっぱこの連打セイントセイヤ思い出す。あ、確かに、あの4人ね集まるやつ懐かしいね。当たってほしかった。お盆期間はあの花のおかげで5勝1敗でした。メンマ最高。確かにね、どうやろう、あの花もあれ、田島さんちゃんとこう 全体的というか当たりも引けた、はい、であれも入った、はい、ダッシュも、はい、あんまりやった、あのね、うん、いや面白いですよ、面白いんやけど、うん、そのラッシュをお祭りにせんとってほしかった、うん、やっぱそうやな私もあと同意見ちょっとそこはちゃうやんってなるよな、そこちゃうやんってなったよね、確かにな。そうそうそう、あのだってラッシュ入るまでのかくれんぼとかめっちゃいいやん。うん、いい、ラッシュ見た瞬間なんか何の話かわからんくなったよね。そうそうそう、そこだけっすよね、ちょっとがっかりしたよね。それともう全部アニメの世界観でやっとったよね。そう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 、確かにな、それはあるなとは思ってね。ほらみんな一緒やペサマーで、ね、そうそう、連打しないから当たらないってね。いやもう連打したけどな、一生懸命当たった瞬間にあの花終わるもんねそう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 、かくれんぼで見つけた瞬間終わりなんですよ。そうそうそう、あの花はラッシュ中より通常時の方が楽しいって言うよね。いや、まあ、そうなんですよね。私もあの花に3回打ちましたけど、なんかラッシュ入ってもね、あの花火のあれがあんまよく分からへんくてそうやね、あれだけやね。そうそうそう、なんかね、あれだけちょっと残念でしたね。せめて選択できるようにしてほしかったよね。そうですね、ストーリーか、こうそういうね、流星のあのモードね、悪霊の話はやめていや、あれはやっぱみんなそういう、そう思ってはんねや、やっぱり。そうでしょうね。アナルちゃんの、うん、あのリンゴ飴は食べれるかどうかだけが楽しいよね。食べたらどうの、それキャラ好きなだけやないか顔にビチャってやられる。え、どうなん、ときめきリーチはいいの。ナルコは全然ちょっとよく分からへんけど、まあメンマが一番熱いもんね、あれね、ときめきリーチは。結婚してくれるか否かの話でしょ。好きっていう、その好きの意味分かってるみたいな、ね、そうそうそう。いや、アナルのリンゴ飴がいいじゃないですか、うん、リンゴ飴ベチャってやられる。射的わかんの、射的は。射的はちょっともう射的というかあれでしょ、なるこ、あれあのだや発展するときのやつ、あのメガネ、あ、つるこちゃんね、つるこちゃんメガネ拾って、それ雪やつが拾ってくれるかどうかのやつでしょ。あ、それときめきリーチやったっけ。そう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 、サミーよくあれでオッケー出したよな。あそこだけっすよね、ほんまに他のデッキは良かったと思いますけど。そうだね、うん、確かにもうなんでそこそうなったんやろっていう。花火にちょっとこだわりすぎやろって映画なんかな、そこじゃないっていうね。まあまあしゃあないね。まあでも新内機の台に関してはね、あのいい方やと思いますけどね。ただ本当に演出だけね、ちょっと苦しかったな日暮らしみたくストーリー進行方式が良かった。いやそうですね、日暮らしは面白いですもん。花火打ち上げたら当たりが謎すぎる間違いない。そうやな、ちょっと飽きちゃうよね、あの流星ラッシュね、ずっとやってたらね。よくある1種2種みたいに、せめて最後の4回転一括演出でもよかった。ああなるほどね、あれね、全部一通り、そう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 、まあ、そこでやっぱちょっと時間効率を考えてはるんやろうけどね。
でもラッシュ全然入らないのに出たままやし、噂も聞けない。デルタの方がもっとひどい。ごめん、私デルタの方が好きやねん。デルタもデルタ人気っすもんね。あのまあクソが言われてるけど、私は別にクソないと思わないってね。養分にはなってますけど、技に関しては結構あれですね、あの個体差というか、まああるね、確かにね。しかし当たらへんの。当たらんね、ミドルやけどね。リバースフラワー、あそこあの予告ですね、リバースフラワー予告ね。何リバースフラワーって。あのーリージ中に、ピカーンってなるやつ。そう、音鳴って、こう振り返りじゃないけど、回想シーンみたいなのが流れる、はい、あれが一応激アツ。そうラッシュはマクロスの方が楽しいで、そうですね、マクロスはラッシュ楽しいですよね。まあ入るまでが本当に狭いですけどね、関門は。いや、やっぱリングでしょ、リングそれリング行ってきたからでしょ、リングでしょ。ええ、デルタは妙な中毒性。そうなんですよ、私も今それにやられてるんでね、ちょっとしばらくはデルタ多分打ち続けますね。戦後乙女はどうでした。乙女ね、実は私が行ってるホール入ってないんですよ。へぇー。それでもこの間配信させてもらって、はい、西淡路で、はいはい、その時乙女のそのやっぱ継続率がいいんで、それがいいっていう方が多かったですね。いや乙女でもあれですよ、辛いですよ。あ、ほんま。だってもう全然出ないですもん。あ、まあ出玉側は少ないよね、もちろんね。あとあれやったっけ、振り分けが何倍だっけ。そうそう、10ラウンドが 10% かなんかじゃ。あ、そうそうそう、フールラウンド 10% しかないからね。好きな台で養分になるか出玉稼ぎに行くか。私はもう養分で、まあたまに出たらラッキーと思うぐらいやからな。僕も多分そっちでしょうね。うん、そうそうそう、だいぶ養分やと思う。そうそう、もう仕置きにも何回か打ったんですけどね、あ、私はちょっと相性が悪いんで、もうちょっと卒業しました。はい、もういいかい、あれ泣けるよね。泣けますね、あれも。そうそう、かくれんぼリーチ普段そんなに出ないんでね、当たったらそのラッシュ確定なんでね。ただその流星ラッシュ入る時のその演出がね、ちょっとグッときますよね。いや、もうめちゃめちゃいいですよね。あ、500発は厳しいってね。リバースフラワー発生時のあの音がいい。ね、てか、みたいな、なんかすごい高い音であるよね。そうそうそう、あれはいい。確かに。あれね、でもね、ホールで打ってたらめっちゃ恥ずかしいけどね。絶対見に来るからみんな。あれは嫌だ。すごい音しますね。そうそうそう、すぐわかんねん。あと、キリンフラッシュも。キリンフラッシュでもちょっと多い気しますね。今回キリンから出たら割となんかキリンフラッシュ絡みますよね。あの花結構多い。確かに。次回はビキニで出てください。誰が誰得みんなで誰得やろ。もうちょっとね、30過ぎたらビキニ無理やわ。もうあれがいい。何やったっけ、なんとかガード、ラッシュガード。何それ何それ。今女性の方プール行くときであるでしょ、ラッシュガード結構。あ、出てる。おお、お酒向きだぜ。ブー言うたら今だって、ドゥルルル言うた。あれ、デビルメイクライかな。いよいよ赤チャンスくん、ほら来た。あ、ほんまや、カモメやで、ええの。カモメ来た。シンプルモードでカモメ来た。カモメが熱いのかどうか。え、だってサメみたいないっぱい泳いでんもん。ほら、ブー言うた。おー、あー、いいですね。めっちゃ言ってる、めっちゃ言ってる。これ最後やな、もう。ハイフリンク？え、また？え？チャンスはいらない。ぴょこ、スキッと嫌やで、スキッと嫌。あ、ハイフリンクや。これだからみんな乗らないと発展しないからね。31人多いな、31人一クラス分。疑似なかったけどってほんまそれ。どうなんやろ、このハイフリンクが連続予告の代わりなんかな。あ、なんか望遠鏡持ってるね。青やけど、カモメやん。めっちゃいる。お、主計か。31人。無理やろ、31人。夜9時からガロ売ってる人おるけど、アホなのかって。言わとこ、言わとこ。あ、来た。まあもしかしたら地域ではね、持ち越し OK やから、それで売ってはる方はなんかな。結構来た。いや、これ全員乗るっしょ。いやー、あれ先読み、あれ振動来て発展してんかったらやばい。結構結構やけど大丈夫。え、あ、でも大丈夫でしょ。よしよし。いや、ロゴも落ちてるから発展はするでしょう。ロゴ落ちるか、2段階目やけどね。あ、双眼鏡なってる。めっちゃすごい勢いで少子化のことがわかる。あ、軍、あ、これあったやつやつ、4大激アツの一つ。軍いっぱい来たで、イルカ乗って。焼くもの落ちるっしょ、これ。しかもなんかもう終わらされたよ、途中で。お前や。
あ、これが、うん、これが熱い。来た。お、なんか来た、お、なんか来た。お、来た来た、春風。すごいな、これ。すごい。なんか急にあのクオリティ上がりだしたね。頼むで。いや、ボタン押すのやめよう、怖いから。あ、ただこれリーチがちょっとそんなに熱くないな。い、201を浮上させれば終わったり。これ多分期待度一番低いな。言わんとこ、それは。軍出てるから。軍とヤコモもな。2.5 魚群、イルカに乗った少年がいなかった。最低2つ欲しかった。ペヤング頼むぞ。任せてください、最後ですからね。あ、カモジとかあんのかな、これ。ペヤングさん、あと体感どれぐらいですか。いや、15%。15%。魚群、あれやけどね、軍とはってなって。軍があったからどうかってことね。あ、なんか、なんか、帯で。あ、これハイフリ柄や。ハイフリ柄、ハイフリ柄。これ来るやろ。派手。うわぁ。やっと当たった。さすが。やったー。やべー、やったったー。田島くん、じゃあサムネイル使うから顔入れてカメラに。お前なんかおばちゃんみたいになってて、髪型。髪型おばちゃんやね。よかった、当てれて。いや、でも 70% でしょ。サム来い、サム。サム。ここで過去編入るかどうかですね。めっちゃ震えてんな。はい、なんかめっちゃ萌えな画像出てきたけど今。じゃあやっぱあのさっきのあれか、先読みバイブは熱いんやね。やっぱそうなんですね。まあでもハイフリ柄とそのあれが出たもんね、軍がね、軍が出たから。それはこれや、これ。そう、ここでラッシュ入れないと。何これ、何これ、当たったー。おー。何この急に来る感じ。やったったねー。確変入れよったね。 70% でしょ、だって 70% 入るでしょ、そら。よう言うわ。ここから確変なんで、ハッピールートっていうかな。係員お呼びくださいって言われてる。おい、弾が詰まってるぞ。詰まって、これ V じゃないから大丈夫やね。ここからね、過去編なので、過去編は大当たり中ね、過去編 45% が過去編大当たり。で、25% が過去編大当たりプラス小当たりラッシュ。で、通常が 30% ありますね。ちょっと僕、この、あれみたいです。あ、開けへんや。開けへん。どうしたん。上開く。戦車道。核変期待値5万発らしい。あ、そうなんや。さあ、ラッシュ見せてもらおうか。ハイフリの最終は良かった。かわいい。お客様、お時間過ぎてます。役物の合体の仕方が宇宙をかける。あ、空をかけるわけか。少女っぽかった。オープニングいい曲って言われた。さっきまであのだいぶディスってた人どこ行ったんやろ。え、これこれあれ、あ、またまた確変。え、終わるこれ。危な、曲いけないボーダーラインにしてる。半券ちゃう、半券ちゃう。これデルタ、デルタ、ボーダーラインはあれデルタ。継続率は 70% ですよ。え、これ今小当たりラッシュ。いや違う違う、これは多分あの普通の確変大当たりちゃうかな。んか猫みたいないっぱい出てきてるけど。え、やばいんじゃん。お、危な。回避ってことね。ちなみに超春風ボーナスやったら確変か、初当たりはね、そのまま。確変中は 25% 引かないと小当たりラッシュつかないんだよね。弾が詰まってる。あれ、循環器もしかして落としてる。そう、そこっすね。あ、そうか、それでやか。えと、幻は塩気だね。あ、ちょっともう弾がなくなる、このままやと。やばい。うわ、うわ、これ大当たりになるんじゃん。循環器動かしていくから、マイマイ打っといてよ。
あ、じゃあごめん、島さんちょっとあのカメラ映るから、うん、これでもそのまま終わりそうやけど大丈夫AKB 見たらもう一回弾かないといけない、あの小当たりラッシュがってことかな。ああいけた、いや無理やった、えそうな無理なあ、島電消しそうだな、あそうかも、島電切れてるわですね、うん、ちょっとここで終わりましょうかマジかい、ちょっと待ってよ、上げ方知らん、もしかして、今ですね店の島電がちょっと落ちまして、あの全部電気落ちたんあ動いた、動きました、動いた動いた、あのシャーって言ってる、循環器止まってるなと思ったら島電がねちょっと落ちちゃいまして、あの回線の電気も取られたから一瞬ちょっと止まりました。あ、いけそうですね、いけた、が言ってます、が言ってるよ、よし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 、まあちょっとラッシュ中ね見たいってだから、まあちょっと一連の流れだけよし、こわあれみたいな、小当たりラッシュみたいな、いやすぐ引きますわ、すぐ引けんのかいやっぱ小当たりラッシュちょっとみたいな、水水言ってるわ、水、え、テングさん最近あれリングと窓マギ以外は何売ってんの、マギアレコード、それゲームやないか、お、これはほらほら見て、お、もうなんか当たりそうなオーラブンブンしてる、ただこれ当たりがあれなんですよ、その小当たりラッシュ付きの当たりが 25% で、で確変、ただの確変が 45% あるから、あーなるほどね、ほんじゃあ小当たりラッシュ付けな、付かなかったね、そう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 、これやな、ブルーマーメイドやな、そう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 、小当たりラッシュ前が 25% が10ラウンド確変、小当たりラッシュ、ウィートボーナス確定デイ、お、確定デイ、でも小当たりラッシュじゃないわ、連打、ね、小当たりラッシュは何だっけな、プレミアムハイフリンク450玉しか確定待て待て、何ラウンドや、3ラウンドか、太鼓の殺人ギター意味ないやつやんあれか、45% の方に入ったんか、核変でしょ、でもこれ多分一応ね、核変は核変ですよ、怖い怖い、もういや、まあまあ核変引いといたらまだいけますね、だからまあ多分3ラウンド過去編が 12%、 6ラウンド過去編が 4%、 8ラウンド過去編が 4% で、小当たりラッシュなしの10ラウンド過去編が 25% だから多分3ラウンドかな、これ6ラウンドか3ラウンド、ただブルーマーメドラッシュに入ってる限りは過去編ですね、なるほど、 70% で450発いやこれは完全に今のは田島さんの引きが悪かったまあでも10ラウンド確変悲観以外は3ラウンドが一番多いけどね、危険、来たハムスターみたいなやつ、ハムスターいや、いっぱい来た、やばい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 、猫来い、猫、やばいやばいやばい、イエー、うわ、来た、やばいやばい、猿島感染や、仕事人のお祭りはして、猫や、猫、ちょっと頼みますよって言われた猫行ってもうた、え、終わった終わった終わった、あ、よかった、え、猫行ってもうたもん、だって猫行ってもうた、ほらよかったよかった、回避したってことだよね、うん、猫行ってもうた分からへん、まあ、通常は、3ラウンド通常が 30% あるんでね、これ引くと、まあ、次時短100回転になります、いや一応平均レンジャー4回から5回なんでね、赤色赤色、青やろ、青か、何もないんじゃん、赤色、うん、誰やお前はあ、さっきの可愛い子や誰でもええんかお前は
450発で終わんの。一応え今トータル800ぐらい。今1000って書いてあった。あ、1000なんや。せっかく当たったんやからな。ちょっと小当たりラッシュ入ったらそれは出玉も多いやね。1500発ぐらい取れますからね。一応確変中が40分の1か。あ、なかなか引っ張られるやつ。まあまあハマるかな、40分の1やったら。ここはキコーナトツカですか。今日関西ですよ。今日関西放送ですよ。ぬかとこさん出てこへん。しれとこさんや。あ、来た来たわ、ハムスター。ハムスター。うわ、これハムスターなんや。うわで、また猫来たらいいんでしょ。うわ、猿島感染したわ。猫、アニメでは猫が感染の元を捕まえてくれてたから猫が出ればセーフ。これやばいやん。これやばいやつやな。ぬかとこや。知れとこや。ぬかとこ言いたいだけやろもう。あ、これやばい、もしかして。これやばいやつやろ。逃げ回るしかないわもう。あかん、2位でお願い。あ、終わった。ゴーン言うてんね。ゴーン言うてんね。終わったやん、撃たれるやん。あー、ボコボコや。え、終わり。何もいいとこなかったよ。エピソード、シュペイ。シュペイ攻略作戦。何それ何それ。は、時短100回ってことですね。エピソードシュペイ攻略作戦は時短100回。450玉しか足りん。ガチで450で終わった。まあ、もしかしたらここ、あれじゃないですか。そう、セグが、あの、確変セグやったら、昇格というか、あるかも。いや、3ラウンドのセグやけど大丈夫。3ラウンド確変以上 12% あるけどね。もうこのあれ時短のなんてやろ、演出出てるからもうないんかな。まあデジカだ。やってくれたらリアルやね、リアル。確実に時短やもんこれ。時短か確変か分からんっていうシステムではなさそうなんで、多分時短100回かな。手や救出でプレミアムハイフリンクやもん。プレミアムハイフリンクはあれですよ、小当たりラッシュやからね。手や救出したらプレミアムハイフリンク。時短中に当たったら何かって書いてたな。ただ時短は 70% の振り分けで小当たりラッシュ確定。あ、そうそう、時短中に当たった方があれよね、小当たりラッシュ入りやすいんやったっけ。へえ、冊子でそういう説明載ってましたね。あ、そうそう、時短中の過去編大当たりは小当たりラッシュ直行。ただ100回転で319引かなあかんってことですけどね。なかなかきついですね。うん、ずっと喋ってもな。ユーパチ打った方がいい。まあでもシェンファギャンもね、最初の電話400発やからな。なんどういうの、振り分け負けたって言うしかないな。あ、イルカになった。イルカ、今回イルカやわ、カモメじゃなくて。あれ欲しいね、またそのさっきの先読みのバイブね。間違いない。まあ当たらないですけどね。あ、ぬかどこや。もう言わん、もうええわ。これじゃあ打つだけ負けていく台になるじゃないか。でもループ率 70% は本当最近の台の中ではね、スペックだけ見たら優秀ですけどね。ちょっと今日は腕が足りなかったかもしれませんけど。いや、めちゃめちゃ楽しいけど。あ、カモメや。え、なにこれ。お、なにこれ、なにこれ。全部溜まればいいのかな。全然溜まらへんけど。何今の熱そうな感じ。プッシュが全部あれか、光ればいいの。トリカジいっぱい。マリコおじさんめっちゃ喋るやん。いや、カモメが出なあかんねんなってことは。カモメなのか、ボタンすら押させてくれなかった。時短は早くていいっすね。時短、最近の台時短早い台多いから。ああ。そう言われたらちょっとガロ思い出すけどさ。カ
カモメ飛んでるんですかって言われた。カモメの捕竜が来るんですね。なんか一回ぐらいこれ当たるんちゃうっていうの来て外れて終わりたいけどね。ああまあ確かにね。まあでもな、まあ一応ハイフリガラとなんかキャラ軍はまあ当たるんだなっていうのは、そうですね、分かったから。まあ 70% とはって言われたらね、難しいところではありますけれどもね。カモメなれ、カモメに。その中、点滅保留はあれよね、もうあのガセも多いってことですね。はい、意味ない。ペヤングさん、ガロってもう通路ですか。どういうこと、通路ですか。ガロは支持されてますかってことじゃない。ちょっと難しいところありますよね。もうまあもう1ヶ月過ぎたしね。そうですね。足置き人出て、あの花出てね、やっぱみんなそっち行っちゃうんじゃないかな。コンビニ行ってる間に終わってもうたやないか。10分ぐらいですぐ終わってもうた。すぐあの感染してやられましたね。感染しましたね。百姓家は早くて優秀だよね。うん。なんとかなってくれ、ぬかとこ。時短中のリーチはもう一緒なんかな。でもこれリーチならへんってことは、リーチだったら そこそこ熱いんちゃいます。そうなんかな。こっちは仕置き人に惨敗して結構通路。仕置き人に惨敗。お、ボタン溜まっていく。このプッシュエースが割とあれなのかな、時短中はメインになるのかな。全然溜まらへん。いやいや、あ、これこれこれ、何これ、これ、これ何これ、2階か。もうあれもあんま新人方がいいっすね。ふわふわふわ言うんですけどね。ちょっと暑そうに見えるもんね、ちょっと金系に見えるから。あの花と西島甲賀は誰も座ってない。賞金にちょこちょこ。あの花はあれかな、やっぱ設定付きっていうところでちょっと座らないという人も多いでしょうね。何や、何もない。あと20回今のため。319で100回時短って田島さんは引き戻せるんですか。無理無理。海物語だけ。うわ、海はいけねえな。海は時短が勝負みたいなのがありますからね。確かにね。まあでも仕置き人でも時短100で引き戻す人おるからな、やっぱね。まあ2割ぐらいやと思うけど。あ、やばい、終わる終わる終わる。あ、カモメや、よし。絶対無理や。カモメもだからガセが多いから。先読みからマンとやっぱ厳しいっぽいですね。乙女5なら7割ほど引き戻してた。乙女5どっちやろう、ミドルかな、設定付きのライトかな。指切りしてるわ。終わったよー。 S 以下 PU で終わる。1500玉も出たわ。じゃあ終わりまーす。じゃあ終わりまーす。絶対戻したらへんから。喧嘩する喧嘩。はい、いや当たってんけどな。完璧でしたね。完璧か。完璧やったな。早かったな、落ちたん。これ打ちたんよ、これ。何、白魔女。白魔女はごめん、やばかったぞ、だいぶ。あれ、売ったんすか。あれ、奈良で放送やったんすよ。ちょっとよく分かれへんかった。正直なところ。あの、新しすぎて分からへんかった。いやー、ハイフリ面白かったな。嘘つけよ、もう。これプライベートで打つって言われた。プライベートはね、ちょっともしかしたら僕、窓かまぎょうっていうかもしれないですね。これ設定付き、これ設定付きじゃないです。あの、純粋なミドルタイプの 70% ループになってますので。まあ、ちょっと前の本当、ミドル期をちょっと思い出す感じだけどね、70% ループやったら。非常に面白いですね。嘘つけや、顔が嘘つきまくってるやん。顔が嘘つき。はい。ということで、本日はハイスクールフリーと、はい、8月19日からね、営業開始になりますので、はい、全国的にはそうかな。ぜひともぼっちで売っていただきたいですね。バラエティコーナーに施設してます。はい、まあ、あと、寿司三昧。いや、もう、大人気。これが今日ずっとね、座ってはったんで。これもう多分どこでも結構動いてると思う。あ、本当？面白いですよ。へえ。
やりたいだけやね。あとドラム海、桜バージョンか。はい。あとは何かあったかな。あ、鉄拳もね、ありましたね。そう、鉄拳がやっぱ結構注目されてるんちゃいます？そうかな、どうなんやろう。まあ、鉄拳エクストリームやったかな。こちらも、8月15日からになってます。はい、あともう一台なかったっけ？ない。ないか。あ、そう、巨人の星や。ドラム海。巨人の星も。いや、これドラム海、今回このマリンちゃんがちゃんとあの盤面に書いてあるから。そこに注目。それちょっと、違いますよね。はい、あのいつもの海と。はんなりって感じやね。はんなり。はんなり。はい。寝台、19日からね、稼働開始になりますので、ぜひ、豊中みなみ店、お越しいただけたらと思いますので。楽しみにしていてください。そうですね。また、9月以降もね、大型半券も入りますので、ぜひぜひよろしくお願いします。窓かまぎか。え？窓まぎの、あの、ガチャの動画をお願いしますって言われてんで。やっぱね、ちょっとみんなでやりたいですね。鉄拳スペックが、てんてんてん。そうですね。鉄拳もミドルやったっけ？ライトミドルって言うんですね。あ、ライトミドルか。まあ、ぜひバラエティコーナーありますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。はい。あとじゃあ、きこねちゃんね、明日は尼崎中央ですね。尼崎中央は店長変わったところで、今井店長。そう、今、高志郎くんね。高志郎店長、僕と同期の。はい、あ、同期なんや。もともとね、この間福崎いて、その前が、ね、どこで、あ、タウンライト普通におられたんですけど、そう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 、久しぶりにね、こっちの。尼崎方面に帰ってこられたので、まあ、そちらで放送ということなので、ぜひまた見てあげてください。フレッシュさが似てるでしょ。高志郎くんもちょっとフレッシュさなくなってきたけどね。いよいよ。なんか貫禄ついたなって感じするけどね。いよいよか。高志郎ってあの悪いやつやな。悪いやつなんや。悪かったから、まあ、割とね、大東ではイケメンで言われとったけどね。しょうもないね。ピアンゴガチャ出るまでお願いしますね。ちょっとね、次皆さんとお会いするときには僕のパーティーを紹介。パーティーする僕のパーティーを。わかりました。じゃあ今日はじゃあペヤングさん、なんか最後今日見てくれた視聴者に向けてちょっと、あ、そうですね、はい、ちょっとまあもうそれで終わります。マギアレコードもあと4日で、はい、いやもうあと3日ですね、多分今日ログインしていただいたら、はい、あと3日の演出が出ると思うんで、はい、もうちょっとで2周年を迎えるということでね。皆さんもぜひともマギアレコード始めるなら今です。なんでそこの宣伝だ。まあ、豊中みなみ19周年になりましたんでね、はい、はい、ぜひ遊びに来てください。皆さんマギアレコード2周年豊中みなみ店19周年あなただけのペヤングです。ペヤング明日誕生日やから、なんかくれ、なんかくれ、なんかくれ、難しいですね。なんかくれ、じゃ君だけのペヤングです、やっとく。いや、もうさっきやりましたよ。あ、やった、今やった、無言やったけどね。無言やった今、音入ってない？無言、いや入ってるけど、君だけのペヤング言ってないやろ。ちょっと真剣にやりますわ。お誕生日おめでとうで、ちょっとカッコつけたいんじゃん。お誕生日おめでとうバージョン。うん。男の人？わ、男の人かな。男の人やったらどうすんの？男の人バージョンと女の人バージョンを用意してるんで。じゃあ男の人やってみて。難しいな。難しいんかよ。じゃあいいよ、女の人でやってみて。ハッピーバースデー、最高の一日をあなたへ。じゃあ終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。さようなら、バイバーイ。いつも生放送動画をご視聴いただきありがとうございます。本当にありがとうございます。動画が面白かった、また見たいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた生放送動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。さよなら、バイバーイ。